それではね、再生の説明に入ります。再生にはUSB ダックが必要ですから、外部の USB ダックを USB に接続してください。今回は TAD の D1000 マーク2をですね、 DA コンバーターダックとして接続しています。そしてこの HQ プレイヤーというソフトを立ち上げてください。このソフトは Mac 用も Windows 用も出ていて、だいたい2万円ぐらいで発売されているものです。私が知るオーディオ再生プレイヤーの中でも最も音が良いものですね。でただし Windows、Mac、それと Linux にこの HQ プレイヤーを搭載してもこの MBN-i7 と同じ音は出ないです。この MBN-i7 には iCAT が作った MSHD という特別なソフト、特別な OS が搭載されていて、これは最も速い Linux ですね、64ビットリアルタイムの Linux を音楽再生用にカスタムチューンしたものなので、Windows、Mac はおろかですね、軽いと言われている Linux よりもまださらに0.4 が100分の1、逆に言うと音楽を再生する時の処理能力が100倍大きくなっています。それが高音質の秘密であります。でこの MSHD にですね、この HQ プレイヤーを搭載するために特別に HQ プレイヤーの方に高いお金を払ってこの HQ プレイヤーをカスタマイズしていますから、このあたりも含めて非常によくできていると思います。では先ほどのこのオーディオへのリンクを開きますね。そうするとこのように保存されているソフトが出ますから、このホリコールの先ほどリッピングしたもの、これをこっちやってみましょう。そうするとこのように先ほど取り込んだソフトが表示されますね。そしてここでですね、次音を出すセッティングをしないといけないです。セッティング、これ CD ドライブつないでないのでこれは関係ないです。でバックグラウンドは R3 のままで、ここのデバイスですけど、これはですね、今つないだ TAD ですね、 D1000 Mark II、これにします。チャンネルは2チャンネル、チャンネルオフセットは0、この DOP っていうのはですね、このなしにしたりありにしたりすることで、この対応するものであれば DA コンバーター側に DSD 信号を送り込むことができるようになるので、ここはいろいろやってみてください。で、このビット、これはデフォルト、バッファータイムデフォルトでいいです。ダックビットもデフォルトでいいです。これデフォルトにしておくと、例えば24ビット対応のものであれば24ビット、32ビット対応のものでは対応のものであれば32ビットと最大のビット数で送り込まれるので、32ビットのものをこの変更して例えば24とかで使うこともできますが、必要ないのでデフォルトです。でこのフィルターですね、これはいろんなものが選べるんですけど、このフィルターを変えることによって音がすごく変わります。で私はいろいろ聞いてですね、このですね、私はこのミニリング FIR というのが好きなので、あるいはこのミニリング FIR MP というのが好きなので、今回はこのミニリング FIR MP にしておきます。でディザー、これデフォルトではノーンになってますけど、このディザーを入れることによって音の柔らかさが変わります。で NS1 が非常に響きとか良くて自然な音になります。 SN も上がるので私は NS1 を使います。でこれはですね、DA コンバーター側に送る最大のビットを設定することができるんですけど、384にしておきますけど、もっと上げれるんですけども、これ上げたとしても DAC 側が対応してなければ、自動的に下げられるので、ここは384にしておきますね。でこちらは DSD のセッティングになります。 DSD のセッティングっていうのは、例えば DSD ファイルを再生するときや、後でやってみますけど、このホーリーコールの PCM44.1kHz16bit の CD の信号ですね、リアルタイムで DSD、SSD の信号に変換して送ることができるので、それをやるときの処理に使うフィルターとかを聞いてきます。これもやはりミニリング FIR にしておきます。でこれモデュレーターっていうのは、その使う、ソフトっていうか、モデュレーターアルゴリズムみたいなものです。これ DSD の5、これはデフォルトのままでいいです。これは最大のレートなので、これはですね、上げすぎると音が出なくなるので、この 44.1 の128っていうのは DSD の 5.6 なので、11.2 は DSD はこの D1000 TAD の D1000 では通らないので、この 44.1 の128にしておきます。
このあたりをいじる必要がないです。で OK で、これは何をするかというと、例えば常に信号を PCM だけで出す場合にはこれを PCM にしてください。でそうするとここで先ほどやったディザとかですね、このフィルターの設定をすることができます。でこのアップサンプリングする周波数を変えることもできます。まあ一回ねアップサンプリングせずに聞いてみようということで 44.1 を選んでおきます。 PCM ですね。でこれで、このテネシーワルツ、これをちょっと聞いてみようと思います。するとですね、ここにですね、CD の 44.1kHz 16ビットがですね、そのまま2チャンネルですね、 44.1kHz で出力されているということが表示されます。それではね、ここの設定を変えてですね、例えばこれデフォルトではオートなので、オートで、再生するとですね、自動的にこの PCM の最大の、サンプリング周波数にアップコンバートされて出力されます。ここがね、8倍の 352.8 になってますね。I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to meet. I introduced her to my sweetheart. このような感じですね。では次はですね、これをオートではなくて DSD にしましょう。こうするとですね、今取り込んだ CD の 44.1kHz16 ビットの PCM 信号が、先ほどセットした DSD の、ね、5.6 メガになって出力されます。このあたりも選べるんですけど、ここは先ほどもセットしてますので、このまま、テネシーワルツを再生します。ここがね、5.6 になってますよね。で実際にこの CD プレイヤーに表示があれば、 CD プレイヤーにも DSD 信号が入力されていると表示されます。I introduced her to my sweetheart while they were dancing. My friend stole my sweetheart from me. Well, I remember the night and the Tennessee. Only you know how much I have lost.
のですねサンプリング周波数を変えたり、この信号を変えることで音が変わるっていうのはお分かりいただけたと思います。でこれはね他の、YouTube でもいっぱいアップロードしてますけども、DSD に変換した場合ですねグランディオソ K1 はですねこの DSD で 11.2 メガまでリアルタイムで変換できるんですけどすごい音が良くなりますね。で、TAD のこの DC の場合はPCM の方がいいかもしれないです。でこのあたりはですね搭載している DA コンバーターの信号の処理方法によって、音質が変わってくるのでいろいろ試してみてください。例えば先ほど PCM で、サンプリング周波数をですね今本来ここでこのように変わるんですけど、変わらなかったんです。先ほどもう一回セッティングのところをやると動き出すので、ちょっとしたバグかもしれないですね。でこのようにサンプリング周波数が変わるので、例えば、このホリコルトル用のですねテネシーワルツですね 44.1 この4種類、ちょこっとだけやってみましょう。ここに表示されますね出力されている周波数。I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz. このような感じですね。今一緒に聞いていただいたんですけど、どれが良かったですか？僕 88.2 が良かったように思いますね、一番ね。これは多分ね、これは理由があって、TAD のですね D600 この D1000M2 っていうのは入力された信号は全て PCM の 88.2kHz 24ビットに変換されて DA コンバートされるんですね。なのでPCM 信号の 88.2kHz 24ビットで入力してあげるのが、CD プレイヤーの中での変換作業が最も少なくなるので多分音がいいんだと思います。で 44.1 を入れた場合この DC の中で 88.2 に変換されるんですが、そういう CD の中に入っている小さいチップで変換を行うよりも、これだけ のハードウェア i7 まで入っているハードウェアとこの HQ プレイヤーという素晴らしいソフトで変換作業を行った方が音が良くなるということですね。ここがですねポイントなんですね。なのでいろいろIO データですとかバッファローですとかいろんな会社からこの PC オーディオ関係の再生機器やあと NAS サーバーが出てますけど、使われている CPU がですねせいぜい携帯電話かそれ以下のものしか使われてないんですよね。なのでこのやはり i7 っていう最高速の CPU とですね SSD それから8GB にも至る広大なメモリエリアですね、
これを使って、しかも最高性能のソフトを使ってやった場合、このデータをですね、さらに細かくしていったときに、その作られたデータですね、ないデータは作らないといけませんから、作られたデータが我々にとって非常に音の良いものになっているということですね。それとあとこの重要なのは MSHD という Linux がですね、通常の Linux、 もちろん Mac、Windows と比べても100倍以上高速なので、リアルタイムで 11.2 メガの DSD 変換をやっても音が飛ばないんですね。これ i7 を搭載している Mac でも多分音が飛ぶと思います。まあ、こういうことをやっていただければ、この MBN i7 専用電源付きで24万円というのがどれだけ安いかということが、まあ、非常に安いかという言い方はちょっといけないかもしれないですけれども、非常にお買い得であるというのは納得していただけると思います。ではこの 88.2NS1、 これでちょっと鳴らした後、フィルターをね少し変えて音がどれぐらい変わるか聞いてみましょう。I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when a... ではね、フィルターをですね、まあ音が悪いフィルターってこの、ね、IIR っていうのはね、これよくないんですよね。じゃあ IIR で同じ曲をちょっと聞いてみようと思います。I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old...聞いていただいてもね、情報量が減ってもダイナミックレンジも狭くなってしまいましたね。この IIR っていうのは本当に、デジタルフィルターとしては良くないですね。で、HQ プレイヤーがね推奨しているのはこの、ね、ポリシンクショート MP かな、これをちょっと試してみましょうか。これを MQM MP、 これは MQA に対応しているのでね、 MQA 用のフィルターですね。このじゃあポリシンクショート MP、 これをちょっと試してみようと思います。I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old...こんな感じでね、音はいいんですけど、ちょっと穏やかな感じですよね。響きは多くて、でも立ち上がりがちょっと遅い。なので、私はこのですね、ミニリング FIR MP ですね。これがね、やっぱりフィルターの演算がですね、一番軽いっていうか、前後あまり長く見ずに、割とこう単純に演算してくるんですね。これが僕は好きですね。もう一度これを聞いてみましょう。I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened.I introduced her to my sweetheart while they were dancing. My friend stole my sweetheart from me.このような感じ、やっぱりね、音が、僕はこの音が一番いいと思いますね。そしてですね、これが今 HQ プレイヤーを使った再生でした。で、まあ、この MBN i7 には結構、まあ、この PC オーディオを初期から使っている人が多い、この J リバーメディアセンターというものも入っています。これもですね、標準で入っていますので、
まあ、こちらがお好きなんであれば、まあ、こちらを使っていただければと思います。でこれですね、プレイヤーでツールオプションオーディオ、ここですね、オーディオデバイス、これですね、ここで、TAD ですね、どれかな、ここですね、 TADこれを選択して、終了。これで、J リバーを使って、TAD の D 線から音を出すことができます。まあまあ、これだけのものがもうすでにここの中に入っているということなんですが、これでですね、先ほどのホリコールですね、これですね、これの、テネシーワルツ、これは再生ソフトがですね、H級プレイヤーから J リバーに変わったら音がどのように変わるかというのを聞いてみます。I was waltzing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened.まあ、やはり先ほどの H 級プレイヤーの、ね、再生から比べると若干こう音が細かくなくなったという感じがすると思います。でここを見ていただくとですね、ここにこれはデモベストジャスフュージョンってなってますね。でこの下ですね、ここにホーリーコールドントスモークインベッド、これはですね、僕が先に Windows の PC で WAV で取り込んで入れたデータですね。でこの下、これ今から再生してみようと思いますけど、この下のデータは先ほどこの MBA の i7 を使って Linux ベースで取り込んだデータですね。まあ、僕はリッピングでね、あんまり音が変わるっていうふうには思わないんですけど、一応これ確認してみましょう。もしこちらで再生したものが音が良ければ、やはりLinux でリッピングした方が音がいいのではないかというふうに思われます。ではもう一度ね、 Windows から転送したものを聞いてみましょう。まあ、こんな感じですね。まあ、リッピングでね、音が変わると言われてますけれども、僕はね、もうあんま変わんないと思うんですよね。もしかするとちょっとぐらいは変わってるのかもしれないんですけど、今聞いていただいたように、もうほぼほぼ気のせいというか誤差程度にしか僕は変わらないんじゃないかなというふうに思います。まあ、でもLinux のこの機械で取り込んだ方が、やはり高速に取り込んだ後の演算が高速でスムーズに行われるので、悪くなるということはないと思うので、まあ、その辺も万全を期したいということであれば、このオプションになりますけどね、この DB パワーアンプ、こちらのソフトをこの MBA の i7 に入れることもできますので、ご用命いただければと思います。まあ、これで、この内部のですね、プレイヤーですね、H級プレイヤー、そしてこのメディアセンターですね、これを使って、音楽を聴くという説明を終わります。次は発展系ですね。ネットワークを使って、音楽を聴いたり、ネットワークからこの MBA の i7 を操作して音楽を聴いたりする方法を説明していこうと思います。